おはようございます。まだジャン君ポンちゃん窓辺に来ていませんが、っていうのは嘘で、一時窓辺に来て、それから布団の方にも遊びに来て、人間の方がドロドロしていたので、花をやっと今生けました。今8時です。おはようございます。そして8日目かなだったかな、ポンちゃんの方の、おしっこに関して9日目になるかな、セーフです。今日も、セーフでした。昨日ですね、あんずちゃんのところに遊びに行って、いろんな話、その、トイレの問題も、話をしてきましたが、どうもいろんなことをまとめていくとですね、部屋が狭くて遊びがあまりできないという、その微妙なストレスというのも、ありますけれども、まずは、羽毛布団の、肌触りふかふか感ですね。人間もとても、清々しい感じになるんですけれども、それがどうも気持ちよくっておしっこしちゃうんだろうなという話し合いというかね、まあ想像です。人間が集まってポンちゃんのことを想像したわけですが、ジャン君いらっしゃい。ここで話してると来るのね、ということが、なんとなく分かってきました。で、布団に、こうかぶせるですね、介護用のシーツ、持っているんですが、あれ敷布団用なので細身なんですね。でそれを、知ったそのあんずちゃんのママさんですねは、こういうのあるよって言って過去になんか買っていたそうなんですけれども、ちょっと大きめのやっぱり、防水シーツをですねくださいました。ということで今日はそれをつけています。もう掛け布団ぴったりの大きさなので、今日の夜にでもまたお見せしますが、快適です。そしてこうなんていうのかな、ちょっとピタッとつくタイプ、ベタベタまではいかないんだけど布団にピタッとついて、剥がれない感じになりますのでいい感じです。でポンちゃんもいらっしゃい。はいどうぞ。はいはい、いいね、いいね、君たち。はい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 。ジャン君、ポンちゃん。また平和が戻ってきましたね。喜びのスリスリ。今回のポンちゃんおしっこ事件ですね。この流れで、だいぶこう気遣いをするというか、こうできる限り、ポンちゃんに構うということをしていましたので、ポンちゃんはなんだかすごく、甘える感じになってきています。これもいい傾向なんだと思います。ただ動画的にはゴリ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 してごめんなさい。カメラ落ちますな、ね、さあ、食べようかな。これ、いつまで続く？
はい、とても美しい構図になっています。あえー、昨日ジャン君が留守番の時に窓辺まで来てですね、行っちゃうのって泣いてましたが、それを、外からも撮れていたはずです、そのうち編集してお見せできるのかなと思いますが、ちょっとね、カメラのレンズが望遠じゃないので、画質が落ちるかもしれません。面白かったよ、ジャン君。ジャン君、ポンちゃん、なんか美しい構図だったんですが。いや、私の読むわけではポンちゃん、ごめんね。せっかくの愛のひとときを邪魔してしまいました。なんかこっち来てしまいました。ジャンさん、こっちに。ジャン君、ポンちゃん、今日はちょっと暖かい日になっていたんですけれども、さすがに夜になるとちょっと涼しいというか、まあ、寒い感じがあってですね、このように仲良く机の下のベッドで寝ています。君たちの仲いいところをもっと見せようか。こっから見えるかな。いいね。はい、いい形でした。